まで行かれますか？それでは出発いたします。よう来たな、お前ら。待っとったわ。お久しぶりで。松金の組長さんは気の毒やったな。ええ。組長さんに献杯や。梶浦会長。もうアドデック9の話はあらかた。ああ、この服部さんから聞いた。3年前の人体実験から味噌ついとったっちゅうことやろ。あんたらよそんなんつかんだ。大したもんや。大久保新平のことも聞いたわ。あんたが話した殺人鬼、ほんまは恋人やっとらんかったんやて。ええ、正野というアドデック9の開発者が寺沢恵美を。それはどうでしょう。まだはっきりした証拠はないんですよね。あったら今頃あんたに土下座させてるよ。わしの前で喧嘩すなや。年寄りを困らせる議会な。しかしおじいさん、わざわざ俺ら呼びつけなくても大体の話はもう分かってんだろ。本当は何の用なんだ。見た目より鋭いな。実は困っとるんや。何が？協力会の小馬会長からせっつかれとる。モグラを始末せえ言うてな。塩屋は協力会の後目やった。それが目えぐられて殺されたんや。無理ないわ。それであんたらでモグラを始末できんか。黒岩っちゅうデカなんやろ。アホか。殺し屋じゃねえぞ俺らは。あんたらの腕を見込んでのこて。どうや、金ならうんと弾むで。まあ他に用がなければこれで。ああ、わかったわかった。冗談やて。まあ協力会にせっつかれとるのはほんまやけど。半分は本気だったわけですか。あんたらを呼んだほんまの目的はな、はしきの代わりに礼を言うためや。ん？アホが酔っ払って喧嘩で死んだなんざ言われて、あいつもさぞ無念やったやろ。しゃけどその嘘をあんた見抜いてくれたんや。あとは証拠を見つけてアドデック9潰したらあいつも報われるっちゅうもんや。ついでにあんたの1000億も回収できる。そっちが本音でしょう。興味ないですけど。八神さんはこの先どう動くおつもりですか？もうすぐ綾部の裁判が始まるだろう。俺たちはその場を借りて真犯人の犯行を立証する。それは同時にアドデック9の真相を暴くことでもある。ほう？そうなれば大久保の死刑も認められる。なるほど。でもまだそこまでの証拠はないと。違いますか？違わないよ。羽村にも消えられたままだし。ほなどないするんや。黒岩を追うつもりです。尻尾をつかむまで張り付いてる。ほんで奴がボロ出すまで待つんか。そんな生優しい相手やないやろ。分かってます。時間はかかるでしょうがやるしかない。そない悠長なこと言うてられんぞ。どういう意味ですか？大久保新平はもうすぐ死刑執行になる。え？わしもつてをつこうて調べさせた。実はな、次に処刑される死刑囚が誰かいう極秘の候補者リストがあるんや。そこに大久保が入っとったらしい。
あとは法務大臣がサインしたらそれまでや。なんでそんな。どっからか大久保をリストに入れるように圧力がかかっとったらしいな。くそ。じゃあ早く何とかしないと。取り返しが。こんな時もし私なら、黒岩よりもっと切り崩しやすい相手を選びますね。切り崩しやすい相手？これを見てください。以前ボツになった私の記事です。これ全部木戸のことか。この人の女好きは有名でしてね、アドデックナインの発表からはタガが外れたと言いますか、肩書きを外せばどこに出しても恥ずかしい俗物です。的は黒岩ではなく彼にすべきでは。センターに会いに行っても俺らじゃ門前払いにされるよ。八神さんがご自分で近づこうとするからですよ。守りの堅い獲物はまず巣からおびき出しませんと。どうやって？美味しそうな餌をちらつかせるんですよ。木戸にとってそれは女です。それもとびっきりの美女。美女？妙なやつからヒントを出されたな。ああ、でも確かに軌道を絞れば何か出てくる可能性はある。アドデックナインの裏を暴くような物証が。まずはセンターから軌道を引きずり出さねえとな。色仕掛けでカムロ町に誘い出すよ。ハニートラップか。となると、沙織さんには明日俺が頼みに行く。なら今夜はここまでか。分かった。じゃあな。